中韓の防空権問題をめぐり、韓国内の世論が、急速にパククネ政権批判に傾いているようだ。中国が尖閣諸島を含む東シナ海上空に、防空識別圏を設定し、韓国側は12月15日、中国と管轄権を争う暗礁、伊予道を含む範囲まで防空識別圏を拡大した。韓国は身を寄せようとしていた中国との関係で、一触即発の緊張に立たされ、日本と親密な米国との安全保障関係を保ちたいという複雑な立場にある。中国にも米国にもすり寄っていけない、コウモリ外交の行方は暗雲が立ち込めている。中国の防空識別圏設定は、国家の安全に関わるだけに、韓国内に大きな波紋を広げている。韓国の日刊紙、中央日報の社説が、極めて強い危機感を示しており、興味深い。竹島や従軍慰安婦をめぐる、朴大統領の反日外交や、おそらく北朝鮮との関係も踏まえ、現在の北東アジアには過去の怨恨と、民族主義感情に、国民的自尊心が複雑に絡まっていると分析。特に米国と中国、中国と日本の間で、国益を守らなければならない韓国としては、賢明で冷徹な外交が必須だ、と板挟みの状況を説明している。韓国のジレンマは、尖閣諸島の所有権を主張し、日本との関係を冷え込ませる中国と、対北朝鮮で同盟関係にある一方で、日本との関係を強化する米国との、狭間という立場そのものから派生している。中国にすり寄れば米国の不況を買い、米国にすり寄ると中国に嫌われる。中央日報は、この点でパククネ政権の対応は失望的だ、とバッサリ。首脳会談すらない、日韓の極端な対立が長期化し、米国の態度に微妙な変化が感知されている。韓米関係が相対的に弱まる中、与土問題などで韓中関係がきしめば、韓国は深刻な外交的孤立に陥る、と危機感を示している。2011年に 96% に達した、韓国の貿易依存度は世界でも極めて高く、韓国経済は、海外との関係に左右されやすい。対外関係に気を配るのが当然のはずだが、朴大統領は、従軍慰安婦をはじめとする、対日批判発言に代表されるように、反日のイデオロギーを訴えることで、国内の求心力を高めてきた。しかし、その結果は日本との関係を悪化させ、輸出依存先を、中国に切り替えてしのぐという流れを生んだ。ところが、中国に裏切られた途端、外交手法のほころびが見え始めた。米、中のどちらにも身を寄せられない韓国は、まるで獣にも鳥にもなれないコウモリのようだ。韓国紙の朝鮮日報は、11月29日付の記事で、韓国外交の抱えた矛盾、ジレンマを、コリアパラドックスと称し、中国の一方的な防空識別圏設定に触発された、中日の確執が、米中の確執に拡大し、米中に大国に挟まれた韓国は、軍事安保に頭を痛めていると説明する。もっとも、日本からすれば迷惑千番に過ぎず、いつまでもコウモリは通じないということになる。対中危機に際して、突如として韓国メディアが、現実に目覚めたのかというと、実はそういうわけでもなさそうだ。中国共産党中央委員会の、機関紙による電子版、環球時報は、韓国ソウルで7日、1万人規模の反政府運動が行われ、参加者らはパク大統領の解任を求めたと報じた。11月には宗教系の団体が、パク大統領の解任を要求する声明文を発表しており、どうやら、反、パク大統領の風はかねてから強まっていたようだ。パク大統領は9日、大統領府での首席秘書官会議で、防空識別圏拡大に触れ、主権国家として、国益を最大限に保障するため、慎重に決定を下したと説明した。だが、
慰安婦。日本の首脳は時代に逆行、と国外で連呼した礼儀のなさが、今回の事態を招いた原因の、一端に見えて仕方がない。やはり理不尽さを顧みない反日外交を続ける限り、韓国の反日政治は空中分解に向かうのではないだろうか。